エドワード・イルマー・スミスはアメリカの SF 作家でレンズマンシリーズやスカイラークシリーズで知られている。スペースオペラの父と呼ばれることもある。通称は E.E. スミス、ドック・スミスなど。家族からはペットと呼ばれていた。ドーナツやペーストリー用の粉を専門とする食品工学者でもあった。1890年5月2日、ウィスコンシン州シボイガンで生まれる。 両親は共に、長老派教会の経験な信徒の家系である。母は、ミシガン州出身の教師で、父は、メイン州出身の専員だったが英語教師になった。同年冬、ワシントン州スポケーンに幼いイースミスを連れて、引っ越し、そこで、父が1900年には契約で働いていた。1902年、一家は、アイガホ州クートニー郡のセニキキンに引っ越した。 E.E. スミスは5人兄弟の4番目だった。1910年の国勢調査によると両親と弟は当時アイダホ州、ボナーグのマーカムプリシンクトに住んでいた。国勢調査の記録では父の職業は農夫となっている。スミスは肉体労働者として働いていたが、19歳の時、火事から逃げる際に手首を負傷し、肉体労働が難しくなった。そこで彼は、 アイバホ大学に入学。1984年には、アイバホ大学同窓会の殿堂入りしている。1907年に入学し、科学工学を専攻して1914年に卒業。科学クラブ、チェスクラブ、マンドリンギタークラブ、ライフルチームの部長を務めた。ギルバートとサリバンのオペレッタの舞台で歌ったこともある。学士論文の題名は、サム・クレイズ・オブ・アイダホで、 クラスメイトのチェスター、ファウラー・スミスと共同で執筆した。なお、そのクラスメイトは、バークレーで講師の職を得たが、翌年結核で亡くなっている。二人の関係は、よくわかっていない。1915年10月5日、アイダホシュ・ボイシュで大学のルームメイトの妹だった、ジャンヌ・クレーグ・マクドゥーガルと結婚。ちなみに、ジャンヌの姉妹が、クラリッサ・マクリーン・マクドゥーガルという名で、 レンズマンシリーズのヒロインの名に使われている。ジャンヌはスコットランドのグラスゴー出身で、父はバイオリン奏者だった。彼女の父は子供たちが幼い頃にボイシに単身赴任し、家族がボイシに引っ越そうとしている1905年に亡くなった。ジャンヌの母は1914年に元政治家の実業家と再婚した。スミスは3人の子を設けた。大学卒業後は、 国立標準局で科学者として働くようになり、ワシントン DC に引っ越した。NBS ではバターや下記の品質企画制定などに従事。第一次世界大戦には召集され、陸軍中尉で従軍したが、どういう任務についていたかは不明である。妻には自分以外に頼る者がいないということと、科学者として戦争に寄与できるという考えから、 スミスは徴兵免除を申請したと見られている。1915年のある晩、アイバホ大学で同級生だったカール・ガービー博士がワシントン DC に引っ越してきたということで、スミス家を訪問した。引っ越してきた場所がスミス家のすぐ近くだった。そして宇宙空間への旅について長く話し込んだ。ガービーは厚生館高校についての空想的な物語と、 アイデアを書いてみるべきだとスミスに提案した。スミスはそれに興味を抱いたが、実際に書くとなれば、若干のロマンチックな要素も必要だろうし、そういうことは得意ではないと思った。すると、ガービープ人が恋愛要素やロマンチックなセリフについて協力すると、申し出、スミスは書いてみることにした。主要登場人物は彼ら自身をモデルにしている。シートンは、スミス本人が、 モデルで、クレイン夫妻は、ガービー夫妻がモデルである。宇宙のスカイラークの3分の1ほどは1916年末までに完成したが、スミスとガービーは、徐々に、その作業をしなくなっていった。スミスは、ジョージ・ワシントン大学で、チャールズ・モンローの下で学び、1917年に、科学の修士号を取得。1918年には、科学工学で PhD を取得。 学位論文は食品工学に関するもので、題名は The Effect of Bleaching with Oxy's of Nitragen upon the Baking Quality and Commercial Value of Wheat, Flaw であり、1919年に出版された。やフライシャーのサイトでは論文タイトルを The Effect of the Oxy's of Nitragen upon the Cartin, Maricule, C4H56 としている。また、サム・モスコウィッツは 博士号取得を1919 19年としている。これは、論文を提出した日付、審査された日付、博士号が与えられた日付の違いを反映したものと見られる。なお、読の名はこの博士号取得によるものである。スカイラーク3号が掲載された、アメージングストーリーズ1930年8月号の表紙1919 19年、スミスはミシガン州。 ヒルズデールのカイダブューストック &3 社の主任科学者として働くようになった。技師長としてドーナッツミックスパウダーの研究開発を行う。同社はミシシッピ川伊イでは有数のドーナッツ用の製粉工場だった。1919年後半、ミシガン州に引っ越した後でスミスは妻が映画を見に行っている晩に赤ん坊の子盛りをしていた。その時、 宇宙のスカイラークの執筆を再開し、1920年春に完成させた。彼はその原稿を多数の出版社や雑誌社に送り、最終的に得た原稿量よりも切手代の方が高くついたという。1922年、アーゴシー氏の編集者、ボブ・デイビスは、個人的には好きなのだが、同志の読者には話が壮大すぎるという断りの返事を送っている。 だけは最初の原稿が売れる前にスミスが続編スカイラーク3号に取り掛かったとしている。最終的に1927年4月宇宙のスカイラークはアメージングストーリーズ誌に売れた。当初原稿料は75ドルだったが後に125ドルに上がった。作品は1928年の8月号から10月号に連載された。評判は上々で、 編集長 T をこんなアスローンは、連載2回目の出版前に続編を依頼している。ガービープ人はそれ以上の強作を望まず、スカイラーク3号は、スミス一人で書き始め、アメージングし1930年8月号から10月号に、連載された。その頃、スミス夫妻は、ミシガン州ヒルズデールに住んでいた。スミスは、スカイラークシリーズを前作で完結させたつもりだったが、 アメージング氏の当初欄に多数の賞賛の手紙が掲載され、さらに続編を書くことになった。原稿量はアメージング氏のそれまでの最高記録だった一語半セントを更新し、一語4分の3セントとなった。SF の舞台が一気に太陽系外、銀河系スケールにまで拡大したのは、スミスのスカイラークシリーズ、そしてベンズマンシリーズの功績と言って良いだろう。 その後スミスは火星航路 SOS から始まる新シリーズの執筆を開始し1930年秋に完成させた。この小説を書くにあたってスミスは宇宙のスカイラークで読者に指摘された科学的不正確さを排除するのに苦労した。銀河パトロール隊執筆後の1938年時点でもスミスはこの作品が一番で気が良いと思っていた。 後に彼は、スカイラークのような疑似科学とは違い、この作品は本当の科学だと述べている。晩年になってもスミスはこの作品が唯一の真の SF だったと述べている。この作品は、アメージング史1931年9月号に掲載されたが、その時編集長スローンが勝手に修正を加えている。読者のファンレターの多くは、 舞台が太陽系内に限られていることに不平を漏らしており、スローンは読者の味方をした。そこで、アスタウンディング氏の編集者、ハリー・ベイツが1号2000との原稿料で原稿を依頼してきたとき、スミスはそちらの話に乗った。従って、火星航路 SOS の続編は書かれることなく終わった。そして書かれたのが、三惑星連合であり、 科学交渉にはこだわらず想像の赴くままに書かれていた。実際、登場人物が心理学的あるいは科学的な信じがたさを作中で指摘しており、ある意味で自己風指摘ですらある。それ以外では、登場人物は明らかな信じがたいことにも全く沈黙している。アスタウンディング氏1933年1月号には、三惑星連合が3月号から連載され、 表紙もそのイラストになるという予告が載ったが、アスターウンディング氏の財政問題からこの作品は掲載できなかった。そこでスミスは原稿をワンダーストーリーズ氏に送ったが、編集長チャールズ・ D ・ホーニックはそれを受け取らなかった。彼は後にファンジンでその原稿を没にしたことを自慢している。最終的にスミスはアメージング氏に原稿を送り、1934年1月号から、 掲載された。ただし原稿料は一語半セントだった。間もなく、アスターウンディング氏が復活し、新編集長カイオーリン・トレメインが一語一セントの原稿料を提示したが、すでにアメージング氏が買い取った後だった。そこで、トレメインは、スカイラークシリーズの3作目を依頼した。1933年から1934年にかけての冬、 バレロンのスカイラークを執筆したが、スミスは話の収集がつかなくなってきたと感じ、初稿をトレメインに送る際に助言を求める乱雑な中期を添えていた。トレメインは初稿に850ドルを支払い、1ページ全部を論説に当て、4分の3ページを広告として1934年6月号で掲載を発表した。 この小説は1934年8月号から1935年2月号まで連載された。アスタウンディング氏は掲載当初から1万部に上がり、競合するアメージングストーリーズ氏やワンダーストーリーズ氏は財政危機に陥り、その年は休館している。1936年1月、すでに SF 作家としての地位を確立していたスミスだが、 ミシガン州ジャクソンのダウンドーナッツ社に移籍。ここで約1年間、1日18時間、毎日休みなく働いた。ドーナツや他のペーストリー用のミックス粉の開発を担当していたことは確かだが、ドーナツに粉砂糖を付着させる方法をスミスが開発したという主張は裏付けがない。スミスは1940年初め頃、戦前の供給制限のために、 同社内で配置えされたと言われている。スミスは1927年頃から宇宙警察ものを書く構想を温めていた。デンズマンの設定を考えついたスミスは、造車の中の警察と犯罪者を扱った SF 小説を片っ端から読み返した。彼は、クリントン・コンシュタンティネスキュのウォーオブザユニバースを悪い例、ストゼルやウィリアムスンの作品を良い例とした。 トレメインはスミスの構想に大賛成した。1936年末、ダウンドーナッツ社が利益を上げるようになると、スミスはレンズマンシリーズ4作品となる郊外を80ページほどにまとめ、1937年初めにトレメインが、それらが作品になったら買うことを約束した。郊外を4作品に分割するにあたって、それぞれの終わり方が、 さらなる面白さを予感させるようにするのに苦労した。その点でスミスは、エドガー・ライス・バローズを悪い例として挙げている。コ子シが決まるとスミスは、銀河パトロール隊のより詳細なコ子シを書き、感情的な盛り上がり部分や、説明的な部分を示す小説の構造を詳細なグラフに描いた。しかし、実際に書いてみると登場人物が勝手に動き回り、 コッシーの通りにはならなかったとスミスは記している。銀河パトロール隊の走行を完成させると、スミスはシリーズの完結編である、レンズの子供たちの最終章を書いた。銀河パトロール隊はアスタウンディング市1937年9月号から1938年2月号まで連載された。単行本化された時には、三惑星連合軍と同じ世界という設定になって、 いたが、連載時はそうではなかった。シリーズ2作目のグレーレンズマンは、アスタウンディング史1939年10月号から1940年1月号まで連載された。なお、グレーの綴りは、グレーだが、雑誌掲載時の表紙に間違って、イギリス風にグレーと記されたこともあり、よく間違われる。グレーレンズマンは、非常に好評だった。 キャンベルは12月号の編集後期で10月号がアスタウンディング史,史上最高の出来だったと記しており、クレイレンズマンは他の作品を大きく引き離して読者投票で1位となった。表紙イラストも好評で、キャンベルは E.E. スミスとイラストレーターのヒューバート・ロジャースはキニスンの外見について合意しているという手紙を受け取ったと記している。 スミスは1940年シカゴで開催された第2回、ワールドコンのゲストとして招待され、ホワット・ドーズ・ディスコンベンション・ミンと題して、SF ファンダムの重要性を強調する講演を行った。また、ワールドコンの仮想大会には、CL ムーアのノースウェスト、スミスの紛争で参加した。ミシガン州から来ていたファンと親交ができ、 そのファンたちが後にギャラクティック・ローマーズを結成し、その後の作品について、いち早く教えてもらえるようになったという。1941年から1945年まで、スミスはアメリカ陸軍に勤務した。三惑星連合軍の単行本番は、第二次世界大戦中に過失されており、爆薬や軍需品の製造に関する詳細な知識を、この時期に得たことが伺える。 品質検査をめぐって上層部と衝突した登場人物が正論でありながらクビになるエピソードはスミス自身の体験に基づいているとする伝記もいくつかある。1946年ドーナツなどを製造する JW アレンカンパニーに就職し引退となる1957年まで務めた。本職を引退後、夫妻は秋から冬にかけてはフロリダ州クリアウォーターに住み、 春には二つ所有するトレーラーのうち小さい方でオレゴン州シーサイドに行き、その途中でよく SF 大会に立ち寄った。スミスは飛行機での移動が嫌いだった。ロバート A ・ハインラインはスミスの友人だった。ハインラインは1958年の小説メトセラのコラをスミスに捧げている。ハインラインはスミスの火星航路 SOS のズバ抜けた能力を持つ。 非現実的な主人公について本人がモデルだろうと記している。ハインラインは E.E. スミスは大柄のブロンドで優れた身体能力を持つ非常に聡明な男で極めて美しく聡明で赤毛の女性マクドゥーガルと結婚したと記しており、キム・ボール・キニスンとクラリッサ・マクドゥガルは二人がモデルだとしている。ハインラインはエッセイの中でスミスに車選びを手伝ってもらったとき、 彼が一種のスーパーマンではないかと疑うようになったと記している。スミスは車の天井に頭を押し付けて骨伝導でシャーシの異常な音が聞こえるようにして裏道を速度制限以上の高速で運転したという。その方法はその場で思いついたようだった。スミスが本職引退後に書いた長編ギャラクシープライムスサブスプイスエクスプローラーズ サブスプイスエンカウンターでは、テレパシーなどの超能力を題材にしており、他の惑星の植民地化における自由主義者と社会主義、共産主義者とのぶつかり合いを描いている。スミスは、ロード・テドリックという中編を1952年に、アザー・ワールズ氏に発表していたが、この作品は、ほとんど忘れられていた。スミスの死後13年が経過して、ゴー・オードン・エクランドが、 同じ題名と同じ登場人物を使った新たな長編を E.E. イーイースミスが構想していた新シリーズと銘打って出版した。エクランドはその後も続編を E.E. イーイードック、スミスや E.E. イーイースミスの筆名で発表した。主人公はスミス作品と同様に勇敢で異次元の種族と交信できる。敵は無知と剣を得意とするダークナイトで惑星サイズのアイアンスフィアという長兵器が 登場するこのように設定が似ているところから E.E. スミスがスターウォーズの認められていない原型を考案したとする向きもある。スミスの作品は一般に古典的スペースオペラとみなされており、スミスは20世紀 SF 界の最初の神聖とも呼ばれている。スミスは厳密に不可能とされたわけではないがほとんど無理と思われるような架空のテクノロジーを発明することを好んだ。 スミスの言葉として、基本演算が無限消も無視しない数学に反することを除いて、よりありそうにない概念の方が私は好きだがある。可動破壊者は、レンズマンシリーズと設定が共通である。これは、第2段階レンズマンとレンズの子供たちの間に位置する話で、従来のレンズマンとは異なる超能力の持ち主が登場する。また、 火星航路 SOS は1970年代のペーパーバックでは間違ってレンズマンシリーズの一部とされることがあった。ロバート・ A ・ハインラインによれば、スミスは1960年代前半、レンズの子供たちの後を描いたレンズマンシリーズ7作目を構想していたが、その時は出版できる状況ではなかったという。スミスがハインラインに語ったところでは、レンズの子供たちには、 注意深く読めばわかる未解決の問題があり、そこから新たな小説へと展開するのだという。スミスをよく知る人々が、その構想のノートなどがないかと注意深く探したが、見つかっていない。スミスはその小説について全く何も残していないと見られている。彼の死の約1ヶ月前の1965年7月14日、スミスはウィリアム・ B ・エラーンに、 レンズマンシリーズを継続する許可を書面で与えた。エラーンは、ムーン・プロスペクターとニュー・レンズマンを書いた。また、スミスの長年の友人デイビッド・カイルが、レンズマンシリーズの公式の続編を散策書いており、非人類種族のレンズマンについてのバックグラウンドを提供した。スミスの作品は1930年代から1970年代にかけて多くの科学者や、 技術者に読まれた。スミス作品の軍事的アイデアが現実になったものとして戦略防衛構想、ステルス性、オーダループ、C3 軍事システム、a ワックスなどがある。議論の余地がない影響は1947年6月11日付のジョン・ W ・キャンベルからスミスへの手紙に現れている。その中でキャンベルは 海軍艦長 C ・ラニング中佐がアメリカ海軍の艦船の,船の戦闘指揮書にスミスの戦闘状況表示のアイデアを借用したことへの許可を求めてきたと書いている。C ・ラニング中佐は1943年前後に駆逐艦に CIC を導入するためのプロジェクトチームを主導しておりスミスのアイデアは第二次世界大戦中に実際に使われ日本海軍相手に 大きな成果をあげたという。スミスのエッセイザエピックオブスペースで彼は好きな作家をあげている。ジョン・ W ・キャンベル、エルス・スプレーグ・ディ・キャンプ、ロバート・ A ・ハインライン、マレー・ライン・スター、H.P. ・ラブクラフト、A ・メリット、C.L. ・ムーア、A.E. ・バン・ボークと、スタンディ・ G. ・ワインボム、ジャック・ウィリアムスンなどである。スミスは、 レンズマンの準備をする過程で、クリントン・コンストンテネスクのウォー・オブ・ザ・ユニバースは、傑作ではないとし、ストゼルやウィリアムスンの作品は傑作だと記している。ストゼルは、インタープラネタリー・フライング・パトロールというパトロール隊を作品で描いており、それが、スミスの三惑星連合軍や、銀河パトロール隊に影響している可能性がある。 レンズマンシリーズには、エメリットのムーンプールによく似た場面がいくつかある。スミスは、ギャラクティック・ローマーズや、イエベレット・エヴァンズらの作品への協力があったことを認めている。スミスの娘ベルナは、彼女が若い頃に、スミス家を訪問した人物として、ロイド・アーサー・エッシュバック、ハインライン、デイビッド・カイル、ウィルス・ン・タッカー、ウィリアムスン、フレデリック・ポール、エメリット、そして、 ギャラクティック・ローマーズを挙げている。サム・モスコウィッツの著書シーカーツオブ・トゥ・モローにあるスミスの電気的記述によれば、スミスはアーゴ・シー氏を定期購読しており、H.G. ウェルズ、ジュール・ベルヌ、ヘンリー・ライダー・ハガード、エドガー・アラン・ポー、エドガー・ライス・バローズの作品はすべて読んでいたという。モスコウィッツはまた、スミスの読書編歴について、哲学、古代史や中世史、 英文学全般に及んでいたとしている。そういった素養が作品に現れている部分は少なく、三惑星連合軍の古代ローマの章やスミスの複雑だが完璧な文体ぐらいしかない。銀河パトロール隊でレンズが万能翻訳機の役名も果たすという設定は、ゴッドロープフレーゲに代表される19世紀言語哲学の影響と取ることもできる。また、グレーレンズマンでは、 ラドヤード・キップリングのバラード・オブ・ボーダートーンを引用している。モスコウィッツとスミスの娘、ベルナ・スミス・トレストレイルは、アスタウンディング誌編集長ジョン・ W ・キャンベルとスミスは、問題を抱えた関係だったとしている。スミスの最も成功した作品はキャンベルが出版したものだが、キャンベルが、どの程度影響を与えたかは不明である。エンズマンシリーズの骨子は、 キャンベルの前の編集長カイオーリン・トレメインが受け入れたものでスミスが稼働破壊者をトレメインの新雑誌コメットに売ったためキャンベルの怒りを買ったという1947年にアスタウンディング誌にレンズの子供たちを連載開始する際のキャンベルの紹介にはそれほど熱がこもっていなかった後にキャンベルはそれを掲載するのは嫌だったと語っているが 作品そのものは称賛しており、その後はスミスの作品をほとんど買い取っていない。一作目の途中までが E.E. スミスが執筆した部分で、残りはスティーブン・ゴールディンがスミスの構想をもとに執筆。E.E. スミスの構想をもとにゴオードン・エクランドが執筆。ありがとうございます。